今日メガネのさ、なんか鼻にかける部分になんかプラスチックみたいについてるやんか、右と左に。ああ、ありますね。取れてさ、両方。え？両方取れ。前から1個取れてて、1個で頑張ってたけど、今日とうとう最後の1個取れてさ、鼻に突き刺さんねん、メガネ。やばい。そんなことで、あります？鬼痛いから、俺ティッシュペーパーとメガネ、顔の間に挟んでて、とてもじすゃないごけいっど、す顔出し配信はできないっていう。ね。いや、それおもろいじゃないですか。あ、はい。逆におもろい。日本語ら。絵面バリおもろいで、今。修理しに行かなあかん。このゲーミングメガネの唯一の欠点。ん？ようそんなんなるまで、ほっときました。そうやね。一個で、なんか、快適やったから。なるほどね。とうとう取れちゃったよ。ちなみに同じメガネもう一個あって、そっちも その部分取れてんの。てか、四つなくなってる。取れやすいんちゃうかな、これ。この前動画で紹介したゲーミングメガネ。確かに、そう、それ、変えてもらいましょう。ちょっと、変えてもらおう。ちなみにそのプラスチック今床に落ちてんねんけど。接着剤でなぁ、つけても取れそうなんだよな。